ここは大札野よりの鎮守白山神社です。2月3日節分の夜を迎えています。昼間の見慣れた境内とは異なり、静けさと暗闇が支配する夜の神社。この日は灯籠にろうそくの火が灯されています。鳥居に続く石段の上の社殿は街灯の光に白く浮かび上がっています。ここでは古くから伝わる伝承行事がこの節分の夜に行われています。それは豆焼きと呼ばれる特殊な神事で、今ではあまり見ることのない珍しい行事です。その豆焼きと呼ばれる行事について、野よりの区長前尾さんにお話をお聞きしています。それでは前尾さん、この豆焼きという行事についてですね、はいはい、これはどういうことをする行事なのかということをちょっとご説明いただけますか。これは天気を1月から12月までの天気を見るために、昔は天気予報も何もなかったので、これを豆で占うということです。それで恵方の方向へ金橋を渡して、そして2月3月4月5月と順番に並べて、それからこの炭火で焼くということです。要するに12個豆を並べて、で月別の1年間の天気予報を、まあ、これ占うと、はい、そういうことですね、はい、でそれこれからの手順はどういうふうに進むんですか。これ手順というか、もう炭でこれを、豆を乗せて、はい、それでもう金具が、はい、金具を置いて、はい、豆を乗せて、はい、それで炭火で焼くという、これ焼くのには 2,3 時間かかるんです。最低でも3時間あましかかるはずです。それで豆が炭になって白黒が出てきたところで、白いところは天気、黒いところは雨というふうに長老が、その判定をされるのは長老がなさると。長老とか氏子総代さんとかいろいろな人が、はい、される。それはどこかへ記録を取るんですか。画用紙へ1月からずっと書いて、それで記録を残していきます。ちょうど後ろに、あれは去年の分が表示されてますね。ああいう形で、それで最後にまとめて発表するということです。はい、これは前山さんがなさる。もう自然とみんなが寄っとるから、もう見とるだけで分かるわ。あれです、ご説明は改めてはされない。はい、そうですか、分かりました。これ非常に珍しい、ね、行事だと思うんですね、まあ、特殊な神事と言えると思うんですけれども、これ一体いつ頃から始まったかというのは分かるんですか。これはもうおそらく江戸以上の昔からやと思いますが、この白山神社はものすごく古いんでございます。それから恩田祭りにしてももう無形文化財になってるぐらいですから、それに伴ってやっておるから相当古いと認識しております。そうでしょうね、はい、灯籠なんかも今おっしゃったように古いのが非常にあって、はいはい、そこから遡るともうかなり、ね、はいはい、古い、何年かは把握できてないんですけど、はい、まあ、そういうことで、はい、最後にですね、はい、まあ、視聴者の皆さんはおそらく気になるのは、はい、このお天気予報のですね、確率といいますか、当たる確率といいますか、それはどんなもんになったんですか。当たるも八景、当たらぬも八景で、みなここに今年は良かったなと後で気がついて、みんな話し合うだけでございます。それからこれでどうのこうの、今もっと新しい天気図が、天気予報も出てきますので、これは行事として残して後世に伝えきっていきたいと思っております。そうですよね、はい、伺うところによりますとね、大体6割ぐらいは当たると思います。その年によってまた違いますので、ね、はい、まあ、非常に珍しい行事ですので、長く続けられるように、はい、どうぞ
続けていきたいと思っております。どうもありがとうございました。炭火も準備が整ってきました。行事に参加する人たちが会所に集まっています。区長の挨拶で行事が始まります。一同は会所を出て石段を上がり、本殿の玉垣の中に入ります。本殿の前に座って拝礼が行われます。般若心経が五巻唱和されます。かつてこの境内に仏文字という神宮寺がありました。廃仏毀釈で廃寺となりましたが、会所には今も仏像が安置されています。神前で唱えられる般若心経、神前にては宝のお経、仏前にては花のお経といわれ、ここでは神仏集合の名残が今も息づいています。昭和が終わると拝礼して会所に戻ります。会所では豆焼きの火鉢に炭が継がれています。うちわで仰いで火星を強めると、次第に火鉢全体に火が回ります。時間通りするけ、夜中に十分な火力が得られるまで何度も炭を突き足していきます。金具も熱せられ、火星も十分になりました。金具の上に12個の黒豆が置かれていきます。この金具は恵方に向けて置かれています。今年は西南西で、金具の手前が恵方にあたります。豆は手前の恵方から順に2月、3月、4月を表し、最後の12個目が来年の1月を表します。火星の強さに早くも豆の皮が弾けてきます。周りに集まった人たちも豆に注目しています。そんな中、豆に火がついて燃え上がります。炭の火力が非常に強かったためか、豆が発火するのは意外に早かったようです。豆は完全に燃えると真っ赤な火の玉になります。残った豆にも火がつきました。はじめに燃えた豆は炭のようになっています。この間、豆の様子を見守る人たちは入れ替わり立ち替わりやってきて、思い思いの天気予報に余念がありません。他の人たちは少し離れたところでよもやま話、節分の夜は豆焼きが取り持つ触れ合いの場です。燃え尽きて灰の塊のようになった豆に白い部分と黒い部分が現れてきます。白黒の現れ方は豆によって微妙に異なります。この斑紋の様子から月々の天気を判定します。豆を焼き始めてから2時間近く、これ以上の変化はないと判断されたところで、いよいよ判定が下されます。区長が判定結果を伝えると、あらかじめ用意された天気図に結果を記入していきます。該当月の円の中に雨と晴れ、天気の境目を縦線で記入します。判定結果がすべて記入されたところで、雨の部分を真っ黒に塗りつぶしていきます。
白い部分は天気が良いことを示し、黒い部分は雨など天気の悪いことを意味します。その白黒の幅は期間を表しています。天気予報の表が出来上がりました。区長が結果を発表します。2月は真ん中よりちょっと左右よりが雨、1月が最終に雨。平成27年の長期予報が発表されると豆焼きの行事は終了します。火の後始末、後片付けが行われています。懐かしい火消し壺もここではまだ現役でした。節分は文字通り季節を分ける日で、明日は立春、野よりの里にも春が訪れます。遠い昔から受け継がれてきた素朴な伝承行事、その伝統を今も守り通し後世に伝えていく人々の姿がここにありました。町の話題をご覧いただきありがとうございます。番組の最後にクイズに代わり川柳募集のご案内をいたします。室尾地域では室尾福祉保健センターぬくもりの里で月3回ぬくもりサロンが開催されています。室尾地域を3つに分けてそれぞれ開催日が決められています。2月6日に開かれましたぬくもりサロンにお邪魔いたしました。ただ笠間、向こう寺、大野方面からの皆さんがバスで到着されました。受付ではウェルネスシティのカードにポイントを追加してもらったり、ぬくもりカード出席簿にも印を押してもらいます。スタッフの方のご挨拶からぬくもりサロンは始まりました。おはようございます。おはようございます。昨日雪でしたね。ねえ、寒かったですね。今日は町の話題の撮影が入っているのでテレビに映りますよとお話しされますと、皆さんニコニコされておられます。ボランティアまどかによる鶴女房お通の劇が始まりました。ある日のこと、余兵は山からの帰り沼の近くで漁師の罠にかかって苦しんでいる一羽の鶴を見つけたのだと。なんだあの声は。カウカウ、あれあれ鶴だ。漁師の仕掛けた罠にかかったんだな。おーおー、かわいそうに。待てよ、すぐに罠を外してあげるから。うん、これで外れた。痛そうだな。いいか、もう二度と罠になんかかかっちゃダメだよ。さあ早く飛んでいけ。気をつけて飛んでいくんだよ。罠を外してもらった鶴はそりゃあ嬉しそうに泣いて空の彼方に飛んでいった。こんばんは、こんばんは、開けてくださいまし。さて、こんな夜更けに誰だろう。私は旅の途中のもので、
スーと申します。道に迷ってしまってやっとここまでたどり着きました。こんな夜更けにご迷惑でしょうが、どうか一晩泊めてくださいまし。お通はその晩泊めてもらった。次の日もその次の日もまたその次の日も雪は全くやむ気配がなく、外に出ることもかなわんほどだった。その間お通は海外しく漁協の世話を焼き、二人は夫婦になり、貧しいながらも仲良く幸せに暮らしておった。ある日のことじゃった。私は旗を織るのが得意なのです。私の織った反物を町に持っていけばとても高い値段で売れます。おつう、布が折れるのか。はい、でも一つだけお願いがあります。私が旗を折る姿を絶対に見ないでくださいね。うん、わかった。絶対に見ない。決して覗かないでくださいね。絶対ですよ。約束してくださいね。いいですね。旗を折っているところ決して覗かないよう約束をして、お通は奥の部屋にこもり、ぎこばったんぎこばったん、三日三晩もの間出てこんかった。お通は一体どうしてあんな見事な布が折れるんだろう。折るところを絶対覗かないでと言っていたが、どうして折っているのか覗いてみようか。いやいや、ダメだ。反物を折っている姿を覗かないとお通と約束したけれど、見てみたい。約束を守らなくていい、守らないといけないと観客席に降りていき、意見を聞きます。どうやら覗いてもいいかしら。覗け覗け覗けどうしよう。どうしたもんじゃろう。覗いてもいいかな。いい？本当は死んでしまう？ダメ？ダメよ。ダメダメ。どうしよう。どうしよう。覗いてもいい？ダメ。ダメ？ダメよ。ダメダメ。素晴らしい布やから、ちょっと覗こうかなと思ったんだけど、ダメ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 、覗いてみよう。ちょっとだけ、ちょっとだけ、なんということでしょう。そこにはうっとり寄せつけた一羽の鶴が、長いくちばしで自分の羽を引き抜いては糸に挟み、抜いては挟みして、一生懸命旗を折っているではありませんか。日本に古くから伝わる民話、美しくも悲しい鶴の物語です。主役さんとか芸人さんと裏宇田市食生活改善推進員さん手作りのお昼ご飯です。美味しそうですね。休憩の時間にご自分にとってのぬくもりサロンをお聞きしました。初めはな、
どんなんかなと思って心配してきたんですけれど、とても嬉しい。愉快なとこもあるし、和の心と優しさと笑顔が絶えません。ありがとうございます。楽しんでこのみんなと会えるのが楽しいし、今日はまどかの芝居見せてもろて、ああもうほんまに、まあ、あのくらい綺麗に歌をはるし、それこそみんな喜んで見せてもってます。ぬくもりサロンに来てな、 どう感じた。どう感じるって言われまだもん。3回4回もっと来たよ。 どう感じる。じーっと慣れてきたかな。面白く、うん、やっぱり楽しいやろ。来とったら家におるよりやっぱりずっとな。そうね、はい、いつも楽しい思いをさせてもらって、え、わ若い人おるからな、柿をもうて若返るよ。私はぬくもりボランティアの方は、ボランティアをしているというのではなく、皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしています。また来るわなの声が嬉しいです。最初から10年以上になりますが、できる限りやっていきたいとお話しくださいました。いろんなことに挑戦したいです。午後からのプログラムが始まりました。じゃんけんゲームやリボン体操で体をほぐします。元気な人は20、普通の人は1。はい、そしたら行きます。はい、上げます。ゆっくり開いて頭の後ろ、はい、そのままちょっとキープ、そしてゆっくり戻しましょう。上まで来たら下ろしましょう。どうですか、効いてますか、鏡効いてますか。はい、上げましょう。はい、ゆっくり開きましょう。頑張ってキー。はい、ゆっくり、ここが一番効きます。ゆっくり戻しましょう。戻しましょう。どうですか、ここ痛いですか。はい、最後上げます。開きます。はい、ここでちょっとキー。さあ、そこからゆっくり、この辺がきついはず、ここら辺いっぱいきついはず、ゆっくり戻しましょう。はい、戻します。はい、ここ来てましたか。あ、来てたよ。今月の工作や手芸は、ちぎりましょう寒椿、または情緒豊かな風緑のどちらかを作ります。椿の花びらなどをかたどり、和紙を手でちぎって糊で貼っていきます。男性の大きな手でも上手にちぎっておられます。葉っぱをつけて、黄色のおしべもつけて、寒椿の出来上がりです。こちらは風緑を作ります。鳥の型取りをして、塗りたいなと思う色を塗ります。朝井さん来たよ。
いろんな色の風見鶏ができました。弁当を持って行って花見のところで食べて帰ってきましょうというプログラムです。一日のプログラムが終わり、楽しかったです、また来ますと口々におっしゃりながら帰って行かれました。バスの中では今日の楽しかったぬくもりサロンの話に花を咲かせておられるのではないでしょうか。テレビをご覧の皆様にメディアネット宇田からのお知らせです。このコーナーではクイズに代わり川柳を募集いたします。3月のお題は卒業です。作品をメディアネット宇田まで、はがきかファックス、E メールで次のところへお送りください。素敵なプレゼントを差し上げます。締め切りは4月1日、消印有効です。皆様の作品をお待ちしています。なお、ホームページをリニューアルいたしました。ご覧ください。